エドワード・ヒューズ・デイビッド・エドワード・ヒューズはイギリスの発明家である。印刷電信機やカーボンマイクロフォンなどを発明した。ロンドンの音楽家の家に生まれたが、1838年に家族と共にアメリカに移住した。音楽と自然科学を学んだ後、1850年、ケンタッキーで音楽の教師になったが、物理的な分野に才能を示し、 自然科学の教師も兼ねるようになった。1856年に電信装置の特許を取得した。モールス式の電信機と異なり、直接アルファベットを印刷できるような装置であった。この装置は、成功を収め1930年代まで使われ、多く AA をヒューズにもたらした。この発明とともにヒューズはイギリスに戻った。百七十八年にカーボンマイクロフォンを、 発明した。炭素の粉末を詰めた受話器の抵抗が振動によって変化することを利用していて、この原理のマイクロフォンも長く使われた。1880年に王立協会フェローに選出され、1885年にロイヤルメダルを受賞。また、同協会によりヒューズの業績を記念してヒューズメダルが創設された。ありがとうございます。